こんにちは、日向陽一です。それでは、またですね、経営者のための、離婚の危機脱出100の知恵から、今回は、6番目ですね、日本は夫婦関係貧困国、というタイトルの中で、6番目、日本では3分の1組がの夫婦が離婚、40代夫婦 36%、 50代は 46% がセックスレスであるという話をしたいと思います。この3分の1が離婚しているというのは、厚生労働省のデータです。3組に1組のカップルは別れてしまうということが、統計上というか戸籍上分かっているわけですね。で、この裏というか、この統計に出てこない家庭内別居であるとか、家庭内離婚と言われているケースというのはさらに多いというふうに考えられます。で、セックスレスも、40代の夫婦の3分の1は、健康上の問題がないにもかかわらず、性的な関係を持っていないということですので、こちらも、関係の中で問題を抱えているというふうに考えることができると思います。ちなみにこのセックスレスのデータは朝日新聞の調査になっています。でですね、どういうことかというと、いろいろ考えられることがあると思うんですが、まず離婚が増えているというのは、いろんな要素があるんですね。で、昔は、女性の方が、奥さんの方が我慢して、連れ添っているというケースがありました。ただ今は、女性の、男女雇用機会均等法などによって、女性も経済的に自立、できる、難しいですけどね、自立できる環境が整いつつあるので、女性の方が我慢せずに離婚を決断していくというケースもあります。で、その辺のことはちょっと細かく見ていくとちょっと長い話になってしまうので今回割愛しますけれど、言えることはですね、多くの夫婦がどんなふうに関係を作っていったらいいのか、どんなふうに思いやり合って愛し合っていく関係を築いていったらいいのかを知らないという事実があるわけですね。ですから、男性と女性の間に横たわる深い溝というものが埋められずに、苦しんでおられる方々が多いわけです。私自身はそういった方々のご相談をお受けしてごめんなさい、私自身はそういった方々のご相談をたくさんお受けしていますので、本当にそういう苦しみというかですね、痛みを、お聞きすることが多いわけですけれど、それが事実なんですよね。だから分からなくても恥ずかしいことも何もないし、うまくいかなくても、それはなんて言うんでしょうね、おかしいことじゃないんだということなんですよね。前回もお話した通り、相手の、特に女性の心、体、魂というか、その存在そのものですよね。それをよく理解して、その女性を愛することができれば、妻は幸せに生きていくことができるはずです。で、それができないっていうのは、知らないんですよ。私はそういった方々のご相談を受けることもあるし、実際に離婚された方々のお話を伺うこともありますけれど、本当に全く分かってないというか、だなっていうふうに、全く分かってないんだなということをつくづく思います。かくいう私自身もですね、以前お話しした通り、20代に付き合っていた女性と婚約を破棄したという経験がありますけれど、当時の自分を見ても本当に分かってなかったなってこうつくづく思うわけですよね。ただ今回お話したかったのは、多くの人が、良い夫婦関係の知恵というのを、ご存じないという現状があるということです。それが、夫婦関係が貧しい、非常に乏しいですね、日本という国、社会を作っているというふうに言うことができると思います。ということで、今回は事実の、
ご紹介ということなんですが、日本では3分の1の、カップルが離婚し、また40代でも約3分の1のカップルが、セックスレスであるということを、覚えておいていただければいいかなと思います。どうもありがとうございました。